こんにちは、こんばんは、レイです。なんか汚くなってね、ちょっと黒ずんできちゃって大丈夫かなこいつな。もうかれこれね、彼とは2年ぐらい動画をねやっております。まあたまにねはたいたり、ね、ほこり払ったりしてますけど、そろそろ洗濯機入れてね、分回して洗ってやろうかなっていうふうに思ってますんで、まあいいや、そんなことはどうでもいいや。で、今回ね、話すことは、婚活では相手に自分の性格のマイナス面を事前に言うべきではないと。まあいろんなねパターンがあると思うんですけど、例えば婚活の回転寿司トークの中で、もう先に自分は人見知りなんでとかね、これ結婚相談所のね某アドバイザーの方も言ってました。そんなものをアピールして相手がそのね、おいいな、人見知りなんだっていうふうにね思うわけがないだろうとまさにその通りですよね。その通りです。でただね、これね男女ともいるらしいですね。特に自分の場合は女性に多く見受けられました。ほぼ半数以上が私は人見知りですって、何の免罪符なんだよと。でそれを言ったからって、おこの人人見知りなんだ、素敵な女性だな、付き合いたいななんて思うわけないじゃんっていうね。絶対思わないからね。えってなるから、まず最初にえってなるから。でもやっぱりそれだけで、じゃあスパーンって切るのかったら、自分の場合はそうではないんで、まあそういうところもあるけど、まあもうちょっと話してみたら意外な面がいろいろね見れるんじゃないかということで、一期一会を大事にして自分はいろいろと話をね、するために何度か、ね、会うということをやったりしてたんですけど、まああんまりおすすめはしないですよ。あくまでも自分はそうやってたっていうだけで、他の方は早くね、もう早めに見切るとか、まあ、その辺ね自由にやっていただけたら、まあ、いいのかなというふうに思いますね。であとはね、まあ、LINE とかメールとかの連絡の頻度が遅いんです、のんびり屋なんですみたいなことを言う方はね、まあ、こんなのはね、もう何人もいるん で本当にまあ興味ない場合のパターンと、あとは本当にのんびり屋さんという方がねいますんで、どっちかのパターンなんですよ。これを見極めるにはやっぱりもうちょっとね、話してみてという形になってくると、まあ大体分かりますからね。でこっちのテンションも下がるんで、そういうの分かると。だけど下がるんだけど、まあ、もうちょっと話してみようっていうふうに自分が言ってたから、まあおかしなことになったりはね、するんで、もうそういうのはねやめようとやめようというふうに思いました。だからわざわざ事前にだよ、相手にそういうのを、まあ、免罪符のように使うのは、まあ、男女ともにやめといた方がいいですよと。知らないうちにもしね言ってる方がいたら、そういうのはもう言わない。だって後で話せば分かるんで、大体そういうのはね。そして、まあ、自分はリアルに数多くのね、まあ、婚活してる人は別として、してない人、もうね、多くの人と喋ってない方は、いやそうじゃなくてこうだよっていうね、まあ、どっかで見て聞いたようなパターンを言う、あると思うんですけど、そういうので話してるわけじゃないんで、実際に数多くと向き合って話して、こういう人がいましたよ、こんな人もいますよっていうのをリアルにね、本当にいる方たちをお伝えしてるんで、架空の人を話してるわけじゃないんで、だから本当にそういった早めに見切るタイプの方と、あとは本当に不器用で、ね、遅いパターンの人っていうのもいるわけですよ。ここはまたね、難しいんですよ。本音でみんな言わないですから、見極めるというところがね、大事になってきて、まあ、どっちみちそういうのをやられれば、こっちもテンションが下がるんで、だからお互いに下がっていって終わるわけですよ。だから一方的じゃないんですよ。別にいいんですよ。一方的だと思われてれば別にいいんですけども、男にも選ぶ権利があるからね。なんか婚活だと男がどうしてもこうね、下からで行って、ね、お伺い立てるみたいなね。なんか変な図式が、凝り固まった図式を持ってる方がね、いっぱいいらっしゃるんですけど、もう今そういう時代ではないんで、ね、実際にそういう戦場へ行ってみれば分かりますよ。協力
お互いに一つの物語を協力して作り上げられないような、まあ、相談できない方と一緒になっても先々ね、あのうまくいかない絶対分かってるんで、そういう人は選ばないんですよ。だからだんだんこっちも失速していくわけですよ、バカじゃないからね。だからそれで結局歯車が合わなくて終わるというパターンなわけですよ。だどっちがいいぞ悪いぞじゃなくて、まあ、なんでこのね婚活という場で両方余ったもん同士なのにどっちが上とかなんでか争うようなね感じで見てる方もねいらっしゃるんですけども、まあ、全然お門違いだからねっていう、あの確かにあの闇の世界ですけれども、あのまあ本当に人間のこう触れ合いというかそういうのはちゃんと心というのはありますんで、いくらなんでもね、うん、心はありますんでまあだから絶望せず、あのあんまりねそのこの動画を見ていやもう婚活とかやりたくねえわっていう若い方ね、実際に20代の方もね何パーセントか見てる方もいらっしゃるんで、まあ、30代とかもねいるんで、いやもう嫌だよこんな将来こんな苦しむのねもう味わいたくねえよっていうふうに、まあそういうふうに見てくれればね一番いいんですけども、そんなんばっかりじゃないよと、まあ、そういう巡り合わせもねあるよというところでね、いないわけではないからね、そういう人が、まあ、全部が素晴らしい人ばっかりだったらあの婚活業者なんか成り立たないからね、もうすぐ潰れちゃうんでね、みんなねもういなくなって、うん、まあそれとね、あと、うん、他のちょっとねあの、まあ、サークル的なねあの SNS 系で、まあ、ほとんどねもう年齢が上がると既婚者ばっかりなんですけど、まあ一部の、そういうサークル系で同じような趣味のね、ところもねあの行こうかなと、前そういうので毛嫌いしてたんでどうせあの既婚者しかいねえよみたいなことはね思ってたんですけど、まあ思い込みはねいけないと自分は再三皆さんに伝えてますんで、だから思い込みをちょっとそれはやめて、あとはもうちょっとあの一期一会っていうのはもちろん大事にします。そして相手との向き合うっていう姿勢も、そのままいくんですが、まあ、100%としてね、例えば今やってたことが 100% で向かい合ってますよと、それを 70%、80% に縮めて、2、30% 落として、もうちょっと早めに見切るという、ね、形を取ろうかなと。だからそういうふうに最初から免罪符で、ね、マイナス面をアピールしてくる人がいたら、もう自分に興味がないんだなっていうふうに、もうほぼ思って、進んでいこうかなというふうに思いますね。だなぜなら、あの自分のことを例えばね、いいと思ってて急にやっぱ嫌になって、そしたらその嫌になった人をまた好きにさせるっていうのは、いいと思うふうにさせるのは難しいんですよ。特に女性なんかは一回嫌いになるととことん嫌いになるんで、だからそれをまたいいというふうに好感を持てるように戻すには、本当にその今まで以上の何十倍の努力をしないとならないわけですよ。そんなの婚活でやってたら時間の無駄だし、ねそれこそ本当に、もう永久に無理なね、無理なものを組み立てようとしている状況になりますんで、じゃあそういうのはもうねやらない、触れない、だからもうスルーすると、ね、リリースするという形をね、しようかなと。まあ確かに一つ一つのねあの出会いは大事なんですけれども、もうそうなった状態の場合、もう相手があのもうブレーキをかけてくるようなものがあれば、あもう追わないと、追わない、あのもうね関わらないようにね静かに去っていくという形をね取ろうかなというふうにね思いました。まあこれ人それぞれやり方がねあると思いますけれども、まあ、早い段階で多少見切るということを今までねちょっとやってなかったんで、まあ、それを、ね、やっていこうというふうに思います。追ってもダメなものはダメなんでダメなものはダメだから、うん、もうねあの無駄な努力は、しないようちょっとさばけてね、いこうかなというふうにね、思っております。まあ何がいいか悪いかはまたね、ちょっとやりながらいろいろと方針ね、変えていくかもしれません。まあまあそんな形でね、今後、どんな展開になっていくのか、まあこの婚活ネタ以外のね、動画もね、本当見てくださいね。本当にね、一生懸命作ってますからね、考えて。毎日動画上げてますから、皆さん本当協力。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。